はい、どうも、というわけでございまして、二荒山神社に来ております。東照宮の隣にあるところですね。こちらが僕の真の目的地でございます。では、行ってみましょう。沖縄でございます。今回は下野の国一宮二荒山神社に来ております。はい、こちらローモンです。はい、内地鳥になるんですかね、これね。まあどちらかが専門になると思うんですけども、こちら鳥くぐりたいと思います。はい、では失礼いたします。二荒山とか二荒山とかね、まあどっちの呼び名が俺正しいのかよくは知らないんですけど、まあ確かにそんな感じの名前でした。はい、こちらいいですな。はい、この奥にね、滝尾神社っていうのがあるんですけども、そちらもね結構有名なんですが、御朱印とかね、全部まとめてここで取れるらしいです。はい、山の中にあってね、ただの神社だけしかないので、こっちで管理してるみたいですね。はい、なので御朱印もらいたい人は二荒山二荒山神社、こちらの、ところに来てくださいとのことです。はい、というわけで、ちなみにあちらにすごい大黒様がいるというか、八重今年の主の御事を祀っているということになります。いやー、これすごいでかいですよね。大黒様ちょっとやりすぎ、ということは大国主の御事も多分あれですね、祀っている神社となるわけでございます。はい、なぜかというと、さっきねなんかあったんですけど、大黒様とかがね、結構いたので、ウサギもね結構象徴的にいるんですよ。まあ稲葉の白ウサギ、前にもね古事記で説明させていただきましたけども、面白いお話があります。はい、なので皆さんもね、私の動画に古事記載せてますので、よかったら見てみてください。はい、なかなかね面白いですよ。はい、ご神木の目落とすになりますね。はい、これでね、はい、夫婦円満の秘訣になるということでございまして、ご神木でございます。いやいやいや、いいですな。おお、女性鹿が生きている。はい、やってみたいと思います。あ、それでですね、このご祈祷しに行ったんですけどね、この前にご祈祷されてる方がいて、ちょっとやめてくれという話でした。でですね、有料ゾーンっていうのがあるんですよ。こちらのね、深淵ってところですね、世界遺産ということなんで、ちょっと行ってみました。はい、コーンマネキン桜でございます。イエーイ、ちょっとだけ咲いてる。はい、比叡神社ですね。こちらの社を一周ぐるりと回っていただければご利益がござるということで、ござるということでござるで、はい、はい、こちらは高間ヶ原とか国の高間ヶ原ですね。カグラを吹く演奏する、まあ演奏する場所ですからしいです。はい、高野巻という木らしいですね。樹齢千年です。すごいですね。やっぱなんかパワーを感じるな。はい、正確にはこういう風にいいらしいですね。こういう風に言います。二荒山神社ですね。本殿、本殿がこっちです。はい、そしてこちらが今ちょっと乗ってますけど。すげえ、もう一度、僕だけ
はい、三戸郷神社となります。なんか重要文化財らしいですよ、三戸郷神社。カエルがご神体ですね。はい、はい、若水酒の水知恵の水ということで、若返りの水ということになります。いやー、まだあったんですけどね、実は腹減って死にそうでした。ごめんなさい、もうダメ。はい、ということで二良山神社、もう出てきました。はい、こちら開運のね神様ということで、大国主の御事を祀っています。皆さんもねぜひ来てみてください。勝負事があったらここいいですよ。はい、あと夫婦関係とか、そうですね、安産の神様でもあります。一つどうぞ。はい、というわけでございまして、本日いかがだったでしょうか。2つの神社、日光東照宮と二良山神社ですね、来ましたけど、どうでしたでしょうか。ということで、お腹減ってるから頭が回んねえな。まあ、とりあえず、アディオスということで、はい、ありがとうございました。ではでは、アディオス。というわけでございまして、いきなりたい焼きコーナーになっちゃいますね。脈のたい焼き、亀六さんですね。こちらはねすごく有名です。ぜひぜひ皆さん一度食べてみてください。やべーめー、亀六さんのね久々です。めちゃくちゃ美味しいっすよ。やばいっす。うまっ、うまっ、最高。いやー、緊急事態宣言また始まりそうですね。いやー、なんというか、なんというかですよ、本当に。とりあえずですね、皆様、健康には気をつけてですね、本当に。